ランフェス出てみたいけど不安だなって思ってる方が多いんですが、一人で走るマラソン大会とは全く別物です。ランフェスはチーム戦です。チームで合計の距離が一緒なので、人数が多ければ一人の負担も減る。あとはコーチもちゃんとついています。なので安心して楽しく走るのがメガロスのランフェスです。あ、それならできそうかも。でも何から練習したらいいんだろう。ご安心ください。そういう方のために今日は動画を回してます。出るぞって決めて、でも何からしたらいいかわからない、どんな練習方法がいいのって方は多いと思うので、今日必見です。まずは一番最初、練習するときに走る練習はしてほしいです。ただ、どれぐらいの時間とかどんな感じで走ったらいいか、まずおすすめは30分です。30分。で、30分間走り続けると考えると、おそらくハードルが高いと思うんですね。なので考え方としては、30分間動くことを目標として考えましょう。5分ちょっと軽く走って、5分歩くの繰り返しであればできる方は多いと思います。速さは遅くてもいいです。5分走って5分歩く。これを3回繰り返せば30分です。それならできませんか？そして最初5分、考えるのが難しかったら、好きな曲を聴いて1曲走る、曲を聴いて1曲歩くの繰り返しでもいいと思います。まずは30分間で動く練習をしましょう。慣れてきたら歩くところを1つのブロックから走りに変える、すべて走りに徐々に変えていくことをすれば30分走ることができます。できたら速さを全体として少しずつ上げていく、このような段階を踏んだ練習をおすすめします。30分自分のペースで走れれば、ランフェスは何も問題なく楽しむことができます。一緒に頑張りましょう。立川店の皆さん、私たちがついてます。一緒に頑張りましょう。レッツランニング、イエーイ、走るぞ。おはようございます。おはようございます。足屋さんと中野部店の前です。ようこそ、前さん、よろしくお願いします。今日は何の日ですか？今日はですね、メガロスで開催されるランフェスの会場の下見に来ました。はい、はい、ということで結構距離あるんですよね。そうなんですよ、はい、駅から結構距離あるんですけど、はい、当日のその動線をちょっと今日は紹介したいなと思いまして。じゃあ早速、何が、バスが出るんですか？バス出てるんですよ。あ、はい、分かりました。じゃあバス乗り場までじゃあ案内します。いいですか？はい、じゃあこちらにお願いします。はい、お願いします。最高的な駅なんですよ、お前さん。10分おきに出てますと。目印はこの左手の車屋さんですね。ここ、こちらです。はい、ありがとうございます、はい。なんか当日目印とかあるんですかね、まあ、その辺は要こう今日を踏まえて、ね、まあ一旦このジャガーっていう、はい、じゃあ駅出て左手の一番端っこのところが、そうですね、徒歩約1分、はい、はい、ありました。じゃあこの後移動するということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。わざわざ到着しました。到着で走ってきたんですよ嘘です。バスで、はい、何分ぐらいですかこれ？大体10分15分ぐらいですかね、はい。でちょうどここがそうです、ここが受付会場になるので、皆さんここにまず来ていただいてっていう流れになりますね。なるほど、はい。ちなみに自家用車で来ることもできるんですか？はいはい、できます、はいはい、駐車場があちらに。大きいですね、開放感ある。あ、3000台と3000台。じゃあ皆さん来られても大丈夫です。大丈夫です、ね、ちなみに有料ですと。有料です。料金は1000円、はい、ってことなんで、
もし車で来る方はこちらに停めていただけるとすぐだと思います。はい、じゃあこの後早速コース走っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今コースのお試しが終わりました。はい、ストレートですね。ストレートなんですよ、はい、一言、気持ち、気持ちいいですね。気持ちいいね。初めてですよね。初めて来ました。なんか海がやっぱり風を感じて走るのがすごいいいなって感じして、キラキラしてるんですよ。キラキラしてる。ゲートブリッジ、これ名前忘れたけど、なんかゲートブリッジみたいなのもあるし、ね、あ、これですね。あと飛行機がビュンビュンって、飛行機ってこんな角度で上がるかね。なんで景色すごい楽しみながらストレートですけど始めるんで、めっちゃ気持ちいいですよ。ある種余計なことが何もない。あ、そうそうそう、はい、はい、言い訳できないから。そうそう、自分との戦いも自分いいみたいな。はい、コース、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。今日どうですか。す、いやもうとにかく広くて、なんか海とかでもね、いろいろなんかできるかな。ちょっと気持ちが見つけちゃいました。何ですか。いやいやいや、カヌーの練習ですよ。なんでなんで。いやいや、見てくださいよ、見た通りカヌーの場所があるんで、はい、ここでレースでもしょうというのは冗談で、はい、説明お願いします。こちら一人用のカヌーなんですけど、なんと今回ランフェスこれ体験できます。格安です。走るだけじゃないんですね。走るだけじゃないです。もちろんランのイベントは楽しいんですけど、こういったカヌーもありますし、あとはクルージングもあったりとかですね。あ、他にもいっぱいあるんですか。あります。じゃあ、はい、見てみましょうか。どんなのがあるか、今日紹介できる限りを紹介してみましょう。こちらカヌーです。はい、すごいでかい。なんか出てきた。なんか出てきましたよ。出てきましたね。すごいでかかった。おー。え。これがクルージングのポーズですか。何人乗りですか、見た感じ。これ確か定員3人乗りです。じゃあ3人まで。3人が乗れる。でも本当思ってたより大きいですね。最高ですね。これ隣さん座ってもらって運転席この絵やばい。
んなのにも乗れると、はい、なんか楽しいですね、はい、ありがとうございます。ここが何ですか？ここがカヌーですとかクルージング乗り場の桟橋ですね。お、はい、ゼロ距離じゃないですか。めちゃくちゃ海結構グラグラしてる。海が間近ですよ。ちょっとダメですよ。オスナ、本当のオスナですからね。ここから乗って旅に出発するわけですね。もう走ってるランナーたちを見ながら。そうですね。いや、最高ですね。最高だよね。これのためだけに来る価値あるよね。ありますね。普段乗れないですからね。そう、はい、いや、なんか本当楽しみですね。いや、そうなんですよ。楽しみ、はい、付属イベントは他にもあると。ございます、はい、まあ、今日はちょっとこれぐらいですね。そうですね。あと今日はないんですけど、キッチンカーみたいです。あとは他のイベントもこれから予定してるので、どんな方が来ても楽しめると思います。ちょっと喋ってるんですよ。今喋ってるよ。自然をフルで感じる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。以上で、はい、ラウンセスの下見ということで、はい、なんか当日に向けての注意点なんかあればお伺いしたいな。まずですね、3月といえど、やはり気温ですよね。はい。まあ、ある程度の寒さが予想されるので、寒さ対策というのを確認していただけると、より楽しくご参加できると思います。他には、まあ、体調管理ですかね。はい。そうですね。そう。ちょっと気になったのが、はい。ここに駅から来るまでに、はい。何にもなかった。そうです。そうなんです。コンビニ等がですね、ないんですよ。近隣にはないの、はい、会場周辺にもないですね。そうです。一応キッチンカーで呼びなんですけど、調達はですね、駅の方のコンビニの方でしていただけると、多分来て困ることはないかなと思います。キッチンカーの詳細はまた近日公開。近日公開させてください。はい。ということなので、基本的には当日現地調達っていうのは、基本ちょっと厳しいですと。うん。事前にご準備、飲み物とか。そうですね。軽食とか、はい、そういったものはご準備ください。はい、おっしゃる通りです。キッズの皆さんも、おっしゃる通りです。はい。じゃあ最後に一言で教えてください。一言締めますか。そしたらですね、皆さん、来月3月8日に向けて一緒に頑張りたいと思うんで、ランセンスしましょうか。はい、いいですね。皆さん、ご参加お待ちしてます。せーの、ランセンス。